えけどこれヨネいるでしょ、うん、ヨネがその TGC 終わりにたまごっちやってて、うん、それピコピコやってて、うん、育て始めましたみたいな言ってたのよ。こんな感じなんだ今のたまごっちみたいなのでそのバーって編集してオールして編集して、うん、でヨネ帰ってたまごっち置いてったの、うん、次の日ヨネ来て、いやヨネこれ置いてってるけどこれどうなって大丈夫なのみたいな言ったら、やばいやばいって言ってパッて見たらこの辺カビだらけだったそれどうなんで？そうだよ。ピンクとか紫のカビここに入ってる。いや、え、カラーなの？タマゴッチって。あ、カラーで。俺の時はカラーじゃなかったけど。そうだよね。なんか俺白黒のイメージあるけど。うん、で一応そのアムギリ君を外させていただいた理由としては、うん、豆なんですよアムギリ君って。絶対で。そうやね。モンストとかやってないのにログインボーナス受け取りに行くでしょ。あ、じゃあね。だからその豆さは今回光りすぎる。僕もちょっとタマゴッチやったことあるんで。まあ、ぜひやったことない3人に1週間ちょっとたまごっちをしてもらって1週間後、まあ、まず生きてるのか。これすごいよね。首掛けなの？いや、あの時計型なんですよ。うわ、はれ難しいよ。そんなちっちゃいんだ。あの女の子がつけてるとかだったら可愛いけどさ、こういうやつがさ、でかい車を運転してていつも俺たまごっちついてる状態運転できるか。可愛くないはずいわこれマジで。いやマジ夏じゃなくてよかったマジで半袖だったらもうヤバいからちょっと本当に分かんない。まあビリはユーマだろうけど。いやそう、僕年始の頃にポケットモンスターダイヤモンドカード電動にさせていただきます。だからそれはその熱出て1日でやっただけや。電気みたいなやつやけ何かのプロフェッショナルみたいなのないやん、ユーマってパンチラインっていうか結構ぐっさりとなんか言い返せよ。これは俺はお前らよりすげえぞみたいな何個かあるんでしょ。水の中で息止めるのめちゃくちゃ才能やんそれはなんていうの、なんかあるやん。だから例えばヒューガだったら一回読んだ漫画基本的にめっちゃ喋れるとか、うん、まあ、ダーツがずっとやってうまいとか、 あっちゃんもなんかスマブラ強いとかさ、うん、言うたもあるやん。ないんじゃない俺見つかれると思う。全然いける。ユーマぐらいパッと出てこない。まあ体力ですね。まあ元からあるもの。あれ服はオシャレだわ。ああそっか、服ずっとこういろんな服好きでみたいな。服でいいだろ。服がオシャレすぎたっていう経験。でヤマトはうん勉強できるからね。おお、いじんないか。勉強はできる。一応千賀さんのマイク用意してたけど。いやそう、いやダサンの言うたんにいつも用意してもねえよ。すいません。